いやー、先生ケースでよ。私とあいつの24時間戦争、第4話、やっていきたいと思います。ね、前回のパートね、前回第3話でね、ようやく一矢報いたかすみちゃん。今回はね、今回のお話は、どうも山奥の森に、あの、校外授業ということで、バーベキューしに行ったら、行くらしいですよ。皆さん。バーベキュー絶対クマ出てくる。おー。なんか後ろなんか執事っぽいについてきてる。執事の車っぽいがついてきてるよ。お嬢様、私がいつもついていきますからみたいな感じで、後ろから誰か金持ちおるぞ、このクラスに。ガヤガヤ、授業なしで遊べるとか最高かよ。だよな、早つかんかな、ガヤガヤ。おお、だるいな。ねえねえ、水根さんってめっちゃ頭いいけど、普段何して遊んでいるの？え、遊び？そうだな。あははは。いつも、あいつのこと考えてるからな。え、彼氏？違うよ！校外学習という行事に、クラスメイトと仲良くなりましょうという学校の思惑が透けて見えた。その場しのぎの会話、その場限りの関係、誰も友達なんて必要としてない。バスの中の盛り上がりに、空虚さかなを感じる。飛び交う言葉はどこに向かっているのだろう。ケース4、私とあいつの24時間戦争。ここか。バスタイヤ動いてないですよ。バスタイヤ動いてなかったよ今。よーし、全員降りたらこっちに番号順に集合。なんでここに来てまで地面に足埋まってんだよ。このゲーム、地面に足埋めないと前に進めないシステムなのか、そういう物理法則なのか。はあ、やっと着いた。少し酔ったかも。お前もついてきてんのか。さらっと出てくるな、お前。よう見つかずにおったな、お前。知らん人と1時間会話し続けるとか何の拷問ですか。早くも帰りてー。おお、よかった。男女ちょうどぴったし同じ人数なんじゃ。男子女子で交互に並べみたいな、そういう話になってこるんじゃ。てか男子の壁から全員一緒やないか。よし、じゃあ今日の予定を確認するぞ。さらっと後ろ座るな、カッパお前。物色するな、カッパお前。この後、半ごとに別に分かれて、バーベキューをした後、先週みんなで考えたレクリエーションで親睦を深める。そして、10時間があって学校へ戻る。こう仲間だから、各自頭に入れておくように。ほーい、ほーい、はい、はい、おい。じゃあ、早速バーベキュー場に行くぞ。早速か。早速バーベキューするのか。男子全員同じ顔でないか、お前。全員兄弟、全員、純日語。恐ろしい、ドッペルゲンガかよって感じだったよ。イエーイ、俺めっちゃ食うわ。こうして、地獄の一日が始まるのであった。とほほ。焼肉。焼き肉みたいな感じ。カッパはすごいはずだつとあるけど。こんなところに来る物好きなクラスが他にもあるなんて、お気の毒様。ほう、ダリー。あ、りょうくん、君もそう思うタイプなんじゃ。あ、でも一応さ、校外授業、外に出とるとはいえ、授業なんやけん、お前。イヤホンははずだよ、お前、イヤホンは。おお、みんなやってる。カッパお前。カッパお前、あい、お前、先生では食いすぎだろ、お前。あれ、俺ってみんなには見てる。出てる、お前。一番楽しいんだろ、お前じゃないか、カッパ。ドッジボールか。カッパお前何してんの、反復横跳びやってる。一人焼き反復とかだよ。カッパにしか目がいかんぞ、この。まだカッパ食いよるし、お前。食って運動して食ってっていうね、めっちゃいい。めっちゃ青春謳歌するやんお前。よし、
じゃあこれから2時間ほど自由時間にする。遅れないように駐車場に集合するように。解散。お、自由時間まだ食ってるよカッパやばいカッパにしか目がいかないわよ本当に10時間2時間とかクソなき何して時間潰そう。妄想とか。お先生水根、ね、お前どこか行かないのか。教師に目つけられたらめんどくせえ。適当に嘘ついて。あ、場所を確認してただけなんです。じゃあ行ってきます。お、楽しんでこいよ。あ、今カッパが仲すごいついていきよったな。おちおち、一人での行動もできないんだって。まったくやってらんねえな。うん、しかしどうすっかな。マジで暇だ。正直俺今のかすみちゃんみたいなタイプだったからな。一人でなんかぼちぼち適当にうろつくだけって感じだったけんな。俺ぼっちやけんちょっと分かりみがあるんだよな。周りに誰もいない場所なんて必然クラッと変になるし。おう、おいカッパ、勝手にどこ行こうってしたの。かすみかすみ、あれ見て見て。おい、めっちゃふさふさやんここ。あんまりうろちょろすると迷子になるからじっとしとけよ。いいやろ、俺だって遊びたいんじゃよ。まあ別にどこ行こうか勝手だけどさ、帰る時間にいなかったら置いて帰るからな。うわ、めっちゃふかふか。ここめっちゃふかふかやん。おいかすみ、お前もこんか。森にふるさとのおばかげでも感じたかな。確かに雰囲気はあるしな。カッパがいそうってカッパ森にはおらんだろう。自然の力っつうかなんか地球って感じだ。都会を離れてこういう自然に来たらそういう感想になるんかな。俺田舎もやけんさ、これが普通にちょっと感じてくる。どっか時間潰せる場所探すか。おお、しっかしどこまで行っても森森森、景色変わんねえ。出会ってしまった。あ、お前、なんでここにいんの。いや、それはこっちのセリフだわ。お前のクラスもここだったのか。まあな。気まずい。てか、ここで何してんの。見てわかんねえのかよ、暇つぶしに決まってんだろ。え、友達は一緒にいても遊ぶ友達いないの。うわぁ、かわいそう。どの口が言うのだ。たぶん、チーマルコちゃんの人になれたこったらさ、お前に言われたくはないみたいな感じで言われるからな、お前。で、目は鏡でも見てもらいってんのか、おい。私より頭悪いどころか、友達もいないなんて。言っとくけど、かすみちゃん。勉強勝負じゃ、君の一生に敗だからな。一回負け越してるからな。なんで声かけていいのか、私より頭悪いのに。てめえ、たった一問の勝負で勝ったぐらいで調子に乗り上がって。一問でも一回でも勝ちは勝ちですけど、私より頭の悪いリョーク。もう一回言う。かすみちゃんの一生に入って巻き越しである。く、てめえしつけるぞ、ぶっ飛ばされてるのか。あ、かすみちゃん勉強しかしてない割には運動神経良さそうな動きしてるんだよな。これボクサーになれよ、お前は。この瞬発力。あらあら、すぐに消えちゃうのもおバカさんだからしょうがないのかな。あ、この野郎ぶっ飛ばす。けっけっけ、やってみろよ。おっと、第1話みたいな逃げる感じになってくるんか。おっと、学校の中から森の中に変わっただけ、なんかそういう展開になりそうな。お、そこ立ち入り禁止って。だー、またくボケが。おっと、フィールドが屋外になっただけで。待てよ、おら、くそ、邪魔くせえ、走りに行くって。ドア、何やってんだあのバカヤ。だが自信はない、逃げろ。障害物を飛び越えて奥へ進め。よっしゃあ、あいつなんか主観はボケ。森じゃ森じゃ、運動神経良すぎだろ。勉強しかしてなかった割には。くっそ、走り抜く、
無事殺すぞ山。藤井亮の弱点、運動神経っていう感じになるんじゃないだろうか。あ、よくかけたらかすみちゃんでバスケやいよるみたいな話しとったら、バスケやまたやりたいなみたいな感じを言ったけん、過去にバスケやいよると考えたら確かに運動神経は良くてもおかしくはなかったか。こっちは無理か。じゃあ起きた。あー、ムカつく。でもここしてんじゃねえよ山。山にクレームをつける男の子初めて見た。うわー、山に切れてるよあいつ。行くわ。てめえも逃げてんじゃねえ。そっから動くんじゃねえぞ。うひゃー、近寄んじゃねえ。逃げろ逃げろ。寮に捕まらずに奥へ逃げろ。追いかけてくる。あー、やーべー、寮くん追いかけてくる。わー、やばい、危ない、危ない。ミッションクリア。やばい、昔のポケモンのピカチュウバージョンのピカチュウみたいな距離だった今。危なかった。おいおい、やる気あんのか。ぜ、ぜ、たくめちゃくちゃ動きにくい。あれ、環境整理するんすか。そんな調子じゃ勉強の方でもいずれに私は私に。で、あ、そっか、勉強でも私の方が上だったわ。しつけえな、どんだけ引っ張るんだよ。はいはい、負け犬は一生吠えて。うわっ、え、今回ホラー要素あるんですか。これ今回ホラー要素あるんですか。なんだよ、言うならはっきりと言えよ。な、なんだ今の。すげえ寒気がしたんだか。つーか、ここい、いやー、結構森の工夫深くまで来ちゃったな。いやー、怖いとか言うか、むしろワクワクするけどね。わ、強がりだ。絶対ワクワクしてない顔だもんそれ。誰がどう見てもワクワクしてない顔だもんそれ。そういえば、おいおい、さすがにやべえんじゃねえのかこれ。そう感じるりょうくん、まだまともな神経の持ち主。くそ、だから地理禁止のところに踏み入れるんじゃなかった。いやいや、お前ビビりすぎだから。男だろ、もっとこの状況を楽しむくらいに。いや、多分松岡修造でも楽しまんと思う、こういう状況。いやー、もう無理、俺は帰るぞ、勝手にしやがれ。あ、ちょっと待てよ、逃げんのか。お、置いてくんじゃねえよ。たく、あいつは別に痛いところじゃねえ、ただの森じゃねえか。もう、もっと奥まで行ってもいいしと思ったけど、ちょっとこれは本当にヤバいやつかな。いや、別にビビってはないんだけどね。ビビっては別に、まだまだ時間、自由時間あるし、帰ってこれなくなるような場所じゃないし、ちょっと探検するだけだよとか言うてさ、何回も同じところぐるぐる回ったりするんじゃないだろうな。しまいにはクマに襲われるんじゃないだろうな。ちょっとシャリにならんような感じだったね今。うん、気分悪い。なんだ今の。あれ、さっきまでと少し雰囲気違う。うわー、火の玉浮いてるやん。お、君、こんなところでぼーっとしてたら牢を通り損ねるよ。いや、なんですか。お化け。やばい、スピリチュアルな空間だけにお化けが見始めてる。カナフスミちゃん、おかしなやつだ。魂同士、今さら怖がることもないだろう。魂だと思われてる。体のない魂だと思われてる。魂、どういうことだ。わ、生きたものの世界と死んだものの世界の境目におるんか、ここ。そういう感じなの。24時間戦争どころじゃねえや、お前。本当に変わったやつだな。まだ肉体がはっきりしてるのが原因か。お前、どんな死に方したんだ。僕みたいにスパッと首吊って死なないからだろう。スパッと首吊ったのお前。あ、ちょっと待って、こいつ私が死んだと思ってないか。私はただ森を探検してて、気づいたらここに。どの道この三途の路で長居してもいいことはない。早く通り抜けることだ。って、なんで僕は死んだ後もおせっかい焼いてるんだか。父さん、
おせっかいは死んでも治らなかったよ。知らねえよお前、お父さんとか知らねえからお前、何一人ブツブツ言ってんだ。あ、ちょっと待って、サンズのろ、サンズ、え、ここか、シクロス書いたと思う、言うの、どうなってんの、どこから現実に帰れんの。お、ワンちゃん千と千尋の神隠しみたいな感じになってきそうな気がするんやけど、あんた名前をなんて言うんだい。水根かすみです。じゃあ今日からあんたの名前はネスだ。マザー、どうした、ミッション、脱出ミッション送りすむんかい。いや戻れよ、じゃあ戻れよ、今のはずやん、じゃあやばいから戻れとかならんのかお前。この子と一緒に死んだことを後悔はしないわ。この人だった。ママここどこ、暗いよ怖いよ、うわー、俺はこんなとこで終わるような玉じゃねえ、ふざけんな、ふざけんなよ。ヤクザか、玉ってヤクザか、この人。この先にロガール、ライスはきっとカエルだ、カエルだ。どうすればいいんだろう、奥って言った、こっち、奥って言ったけどこっちか、どっちですか。これか、この草の そういうんじゃないか。あ、こっちに道があったわ、ここ。もうすぐ彼も来るはず、だって一緒に死のうって約束したんだもん。やんでるか、一緒に死のうってお前やんでるやん。それ引いてさ、やめとこうってなるわお前。さっきお先にどうぞって言っておいてさ、死んだところで、ああ解放されたわって言って去るやつやお前それ。牢を通ったら先には何があるんだ、天国か地獄か、それとも無か、無、デスノート使った人間が天国にも地獄にも生きれると思うなのやつやん、お前。今からそれを確かめに行くんでしょ、早くしないと形を保てなくなるわ。経験豊富、タヌキ、なんでタヌキおるんこれ。死の象徴でも言うんだろうか、タヌキ。君未だに現世の姿を保っているなんて、間違って迷い込んでしまったのかい。ドッキリ、その通りなんですよ。これはこの小道をはくぐり抜けるとロだよ、あと少しさ。行っちゃいけない方向に行ってる、奥へ進めって言われてるけど、行っちゃいけない方向にいざなってきてるやん、ゲームのシステムが。これは気づけかすみちゃん、行っちゃいけない方向に行ってる君。おお、めっちゃたくさん3人おる。うわ、ここはやばい、顔がこれまで見せたことがないやばい顔をしている気がするぞ。おわ、うわうわー、はー、なんか頭がぼんやりして、光だ、あったかい、これがロー。やめろ、行くなかすみちゃん、行かなきゃ、行かなきゃじゃないお前、学校行かなきゃみたいな感覚で言うじゃないわお前。あ、一人分空いてしまっとる。 BGMBGM がもうミステリアスな BGM になってるやんお前。あと先生双子やん、先生同じ。見た目全く同じやん、このゲーム。このゲームドッペルゲンガーっていう概念はないのか、同じ人がおってもおかしいと思わんのかお前ら。お前よーし、みんな集まったか、天候取るぞ。ああ、死ぬかと思った、本当にあいつのガキさ加減と来たら。よかった。とはいえ忘れがちだけど、あいつ一応女子なんだよな。かわいそうなこと言うけど、その通りなんだよな。もう帰ってきてたよな、大丈夫だよな。 F 組全員揃ってます。あれ、水根さんは、あいつ帰ってきてないのかよ、探しに行った方がいいか。でも、もう少し待ってみよっか、水根さんなら大丈夫だよ、しっかりしてるし。しっかり、あいつが、いやいや、ほっといたら一生帰ってこないぞ。なあおい、さっきチラッと聞いたんだけどな、この公園結構自殺の名所になってるらしいぞ。下知る選びしとけよ、学校が。もうほらお前、そんなところにバーベキューしに来るなよ。
は？この公園のどこで自殺？森があるだろう。あれ、公園の外にまで続いてて、果ては山の奥にまで続いてんだと。うわぁ、こんなところでのんきり遊んでたのかよ。知らなかった方が幸せだった事実だ。まさかあいつ無事でいろよな。走っていった。あ、う、変な噂を聞いたからか余計に不気味に見るじゃねえかよ。おい、へ、いるなら、へ、変にしろ。おった、なんでその体勢なん。おい、大丈夫か、しっかりしろ、ケツ叩かれてんのか。お、あれ、ここは。たく、なん、こんなところで寝るやつのどこがしっかりしてるだよ。ほら、帰る時間だぞ、急げ。え、もうそんな時間、さっきのは何だったんだろう。あ、よかった、記憶喪失とかそういうんじゃなかったらしいわ。いや、普通こういうところに戻ってきたらなんかすごい記憶喪失か、自分のことを忘れとるか、そういう展開がよくありそうやけど、今回はなかったらしい。よかった。さっきのなんかふわふわして心地いいような、悪いような、なんか不思議な。もういい、そういう話はやめよう。うん。なんだお前、ビビってんのか。お前スピリチュアルな体験しといて、よくそんな正気な顔で入れるな。お前な、迎えに来てもらっといて。その言い草はだっせーの。ビリリビビリ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 レベル5、美坂美琴。この野郎、待て。暗い森から二人一緒に出てきたという事実は弁解のしようもなく、この一件をきっかけに私たちはできているのではという噂が広まるようになった。全くの事実無根であり、早急に取り下げ願いたいものである。私のあるべき場所、いやあの空間があるべき場所だったみたいな感じで言うなよお前。え、戦争というか失踪になってしまってる。うん、どうした。何そのアヒル、誰。分かってる、早くあいつを連れ戻さなきゃ。